にちは、朝倉チャンネルです。今日はチェチ味噌作りの前編として豆の煮方をご紹介します。チェチというのはイタリア語でひよこ豆のことを言うんですが、朝倉ではイタリアのマルケ州で10年以上自然栽培に取り組んでいるクリスチャンを応援しています。昨年のイタリアは干ばつに見舞われて、クリスチャンの畑も1月から6月の後半まで一滴も雨が降らないという大変な状況だったんですが、収穫してみたらなんと大豊作だったんです。味噌作りというととんでもないハードルが高いと思うかもしれないんですが、非常に簡単でとっても美味しい味噌が出来上がります。基本味噌は豆を柔らかく煮て、そして潰して麹と塩を混ぜれば出来上がります。大勢で作るとあっという間にできてしまいますので、お友達やご近所さんと一緒に作られるのをおすすめしています。作り方は本醸造ですので、ゆっくり時間をかけて発酵させることによって複雑で、深みのある美味しい味噌ができるんです。味噌の美味しさは時間が作ると言ってもいいのかもしれません。味噌嫌いのお子さんもこのチェチ味噌でしたら お味噌汁飲んでくれるというご感想もいただいてます。豆を煮た状態でワークショップに入っていただくので、豆の煮方を見ることができないんですね。ですからこの動画をご覧いただきまして、ワークショップに参加されるといいのかもしれません。豆は基本水で煮ればいいだけですが、イタリアの豆の煮方を参考にしていますので、ちょっとしたコツがありますので最後までご覧ください。豆の煮方です。それでは材料です。こちらクリスチャンのチェチ、今日は 200g を使って、作っていきます。そしてお塩なんですが、コンセントラートデルマーレで、このお塩が本当に美味しいですので、お塩でも味がお味噌の味が変わってしまうので、ぜひこの塩で作っていただきたいと思います。でこちら水、煮るための水です。この3つだけになります。それでは下処理がございますので、そちらご覧ください。豆の処理をしていきます。まず袋から出します。水でまず洗います。意外と汚れてるんです。わかりますかね。2、3回洗ってください。いい感じですね。これでOK ですね。万が一、はい、豆があったら取ってくださいね。大丈夫そうですね。はい、そうしましたらボウルに移しまして、1リットルのお水を入れます。このぐらいなんですけども、1リットルの水に 2% のお塩を入れます。イタリアで私見てびっくりしたんですが、この浸水の時に2%、このパーセンテージは 1% から5% ぐらいまで OK なんですが、でここで塩をよく溶かして、今寒いんで塩が溶けにくいんで必ず確認して、この状態で24時間浸水します。はい、こちらが24時間経ったものです。これは昨日の夜からやってあったものなんですが、これ今やった洗いたての浸水したてのものなんです。これ違い分かりますでしょうか。これもちろん豆の大きさが2倍以上にはなってます。そして、水が濁って黄色く見えてるのが分かると思うんですが、これはアクなんです。塩分によってアクがより早く出ている証拠なんです。でこれは、煮るのに使えませんので、これは洗い流します。そしてまとわりついた塩分を少し取りたいんで、このように洗い流します。はい、これで OK です。煮ていきます。こちらが洗い流した、浸水して洗い流したお豆、チェチね。材料の分量の1リットルのお水を入れます。これまず、はい、ここにはもちろん塩を入れないで、で火をつけて煮ていきます。で沸騰するまで、中火程度でいいと思います。沸騰しますので、沸騰すると泡がアクが出てきますので、蓋をしてしまうともう吹きこぼれる可能性がありますので、アクが出てくるまではこのままの状態でいいかと思います。
10分ほどしてアクが出てきましたので、このアクを取ります。この白く浮いてるのがまた浮き立ってきてアクになりますので、じっくりこのアクを取っていきます。だんだんアクが取れてきて、おりますが、私先ほど言うのを忘れまして、お豆の中に水の量1リットルか入れちゃったんですが、基本豆から1センチ程度のお水で、よくて、あんまり水を入れすぎちゃうと豆の味が薄まってしまいますので、スープを作るときは別ですが、ひたひたの量、そしてアクが取りやすい量少し減っていきますので、それを見越して豆から1、2センチぐらいの高さのお水を入れればいいと思います。アクが取れたので蓋をして、一番弱い火で煮ていくんですが、こんな風に、煮えているところが 4、5 箇所ある弱火で構いません。お鍋の質にもよっちゃうんですが、だいたい1時間から、まあ、長いと2時間ぐらいかかりますので、圧力鍋で炊いても構いません。はい、お豆の方煮上がったようです。こちらは無水鍋なんで早かったですね。1時間程度で柔らかくなりました。これがお鍋によって2時間かかる場合もありますので、圧力鍋で炊いていただいても構いません。圧力鍋も全く同じです。スープの味をちょっと見てみたいと思います。このスープがですね、すごく美味しいわけなんです。はあ、2% なんで、もうこのまますぐに美味しく飲んでいただけるような味わいになって、とっても美味しいです。で、豆だけをちょっと見てみますね。柔らかさ加減ですけど、一見豆が煮崩れていないので、大丈夫かなと思いますけど、目安は必ず指で潰せるぐらいです。あ、簡単に、あ、ちちちち、簡単に潰せない、潰れません。このぐらいです。ここまで煮ていただくと、味噌はもちろん、スープ、ミネストローネ、サラダ、いろんなものに使っていただけます。とっても便利です。じゃあ今日はこれを使いまして、簡単な一品をご紹介したいと思います。と言いましても、ただ皿に盛り付けるだけなんです。チェチュを汁ごと盛り付けます。オリーブオイルをかけます。あればオレガノを散らします。シンプルなんですが、これが本当に美味しくてびっくりする味です。今日は味噌作りの豆の煮方を前提にご紹介しましたが、これがいろんな料理に応用できます。このスープをまず作って、それを実感していただきたいと思います。今日も朝倉チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。